第35回大阪ボートサイクルショー2012ようこそお越しくださいました。じゃあ応援をいただきながら、いろいろな風船を割れ。 バイク置きっぱなしだから、はい、乗って。
はい、じゃあ児玉選手もぜひ。はい。で、さっきこう、ショートのようにフロントアップとか、はい、リアタイヤを上げる技を使いましたけど、はい、まあ、実際も使う技ですか？ね、そうですね、はい、じゃあまずこの三角形を超えたいと思います、はい、まあ、これね、固定してたらなんとなく勢いで超えれるかなって皆さん思うと思います。もう固定ゼロなんです、これ。はい、はい、変な角度が入ったら変なことになります。もう変化ですからね。はい、まず、さあ、さっきまずは応援が欲しいな。応援が来れると思います。まずは安定させて、いやいくつネタあるの？いっぱいあるから。あの小川選手が1位してもらいましょう。今度小川選手はね、ウィーンってギュッと上がって向こうを見ます。写真撮ってくださいよ。じゃあ三角形をウィーリレーしてお客さんを向く。かっこいい。どういうこと？そうそう、じゃあ連続でやったら小山選手も入ってきて、じゃあ頂上で止まってお客さんに。タイヤの幅しかないので、ハンドルをね、なるべく切らないようにいかないと。はい、さ、はい、あとはね、はい、これだけお客さんの中でプレッシャーに負けないように。負けないように。はい、さ、あ、スケスムーズ。おお、しかも最後ウィリー、最後ウィリー見てたね。もう晴れたんで、ね、オフで、オフで、オフで。違う、カメラ目線欲しいですよね。ね、ほら、私ちょっと右向くと苦手です。右向いて違うんですよ、これこっちの方が細いんですよ。バレてる。そう、入り口がね、ちょっと細いですけど、それも落ちないように。やっぱり1回目と全然パフォーマンス違うな。で、彼の1回目サボっとったんです。よし、じゃあオーガー選手が上がってきた。どうする、どうする。じゃあ2人で下がるか。はい、バック下がろう。はい、おーし、バックで、からのじゃあ乗ってもらって、はい、中心で降りる。じゃあ真ん中まで行って、せーの、ほいあーもう息が合わない。この感じ最高ですね。じゃあ僕は児玉選手よりもちょっと長めにこのまま行けるように、よし、じゃあ小川選手もっと長めに走れますよ。入り口から最後まで一本橋をコントロールしてウィリー。ウィリー仕方ない。必殺技出すか。必殺技、あ、集中集中、こういう時集中しないとダメよ。ほっ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 、決まった。そう、決まった。今のは実際のターンを見ても、でもまだ障害もありますから、それいきますか。ジャンプ、ジャンプいきます。さっき1回目ちょっとやらなかったじゃないですか。そうですね。でもまあね、今回2回のショーしかないですし、はい、全部出し切るってもう宣言しましたから、はい、はい、先やります。さあ、先やります。先やります。はい、はい、先にやっときます。陸上であるね、そうですね、高跳びですね。それをまあバイクのバージョンでジャンプ台を使って飛び越える。これこの簡単だ。この、え、この簡単ですよ。これでいいですか。あ、そうそうそう、すいません、すいませんね、すいません。これで OK です。1ね、1ね、1が、これでいいです。え、これ OK なの。行ってくださいな。よかった、おしまい、危ない。とりあえず、とりあえずこれでいきますよ。とりあえずリアルに間違えてますかね。はい、行きます。はい、
めちゃ見られる。こうなんかこう。ああごめんなさいね本当にね。な手拍子とか欲しいじゃん。そうそう欲しい。見せます。エリカちゃん可愛いと思って、は、はで聞こえた。じゃあ、せーの、エリカちゃん可愛い。やっと意外。はい、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 いや、綺麗に凍ったら、綺麗に。上手、上手。さあ、もう私、交代ですよね、交代ですよね、交代ですよね。上がりますよね。一回で終わり？え？もう一回ぐらいやってたわけじゃん。もう一回ぐらい。いやもう距離が変わった分距離。あじゃああの時間内でいいですか？はい。じゃああの小田山さん。三秒飛ぶから聞くとねやっぱ低いとそれ低いと失礼ですね。あじゃあ小田山飛びますからね。三秒。これでいいですか先生？はい。距離感は？いい感じ。いいですね。いい感じ。いい感じ。さあ、じゃあハードルをできる限り落とさないように。高さも出ましたからね。いきますよ。何ああって。いやいや上がったより高いか俺のが。ちょっともう一回やし、もう一回、もう一回やしよ。ちょもう一回もう一回。ほら皆さんさっきの消去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 。大丈夫、次は大丈夫なので、じゃあね、多分落とさないから栗山先生、そこに座っておかしいからね大丈夫、大丈夫、俺は痛くないはい行くよ栗山選手、はい、おー私だけ、そう皆さんだけ聞きました背中涼しくなったでしょいや、本当にね、背中痛いなと思ってあのすみません、そろそろ乗ってもらっていいですかね、バイクにはいあのね僕ちょっと諸事情があってね、はい、バイクがあんまり中央に出れないんですそんな諸事情いいからもうさあ、栗山選手も同じやつをね同じやつをしっかり超えてもらうそうほらほら、自然とお客さんから拍手がほら栗山選手のほうで後をすごい晴れてきたしいや、かっけえこれいや、高い、確かに高いちょっと、本当に乗ってねどういうの1、2の3で飲んだらいいの1、2の3で飲んだらいいのいやいや、これ10とかよ高いあの、ちょっとね、温かい目で見てはい、これ諸事情があって、あんまり僕、バイクを急に出せない人間なんですよギアは何個でいいの3足じゃない？はい、行こうさあ、皆さん手拍子お願いしますはい、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 絶対だったらお母さんとスーパージャンプみたいないやいやいや、さっきやったしよ今の僕は適当に飛んでる、もう飛んだらいいなんです、うん、やっぱり芸術的なジャンプみたいですよね、皆さん、ね、何がすごいってさ、エンジン止まってないのがすごいよチャンピオンはなんと、あのジャンプ、ハードルコンベのうち狙ったとこに着地しますはい、風船出てきました、ありがとうございますブンブン振り回せる場合じゃないしじゃあ、とりあえず距離感分かんないです距離感分かんないです飛んで踏めってことでしょ飛んだことがないからどこに行ったか分かんないはい、その辺でその辺でいいですかあ、ごめんなさいはい、終了はい、終了ですちょっと待ってこのどこも一番受けたんじゃないのかあ、残念、もう一個あったわもう一個あったわなくていいのになってくれるのはい、ちっちゃいじゃん、さっきより大丈夫さあ、小川選手のシュートいや、これスーパージャンプ取りますハードル飛んだら着地が折れ最高じゃあ、頑張れいますよ自然に集まれたことを忘れろいったー
今までいつも投げ流しましたね。あのね、もう一つ言います。マニアックなポイント、動画見返してください。空中でビューッと上がった時にブレーキちょっとかけてるんです。ここがすごい。ありがとうございます。すごい、さすがチャンピオン。ありがとうございます。さすがチャンピオンさん。この流れでこれ行こう。行きましょう行きましょう。やっぱりこうジャンプとかね、高さがどんどん盛り上がってくれますから、目の前の先輩のスティール選手、こちらは栗山選手と一緒に走っていきたいと思います。はい、じゃあまずは栗山くんいきますか。はいはい、さあ栗山くん、どんなことがありますかね。じゃあまず僕は真ん中のスティールまで走っていきます。よく出ますか。カズラスロープをバックね。はい、そのまま行ってバックでコントロールしてください。はい、上がって降りる技でも今度は真ん中スピンね。いや、ただやるの、いや、え、いや、進めるって。あの、いきなりじゃあ危ないんだろ。よし、じゃあ今度は、はい、何します。リーガースロープだろ。え、どうしますか。いや、もうまくなったりさ。え、これって来ると言ったんですか。いや、言ったはやめた方がいいもんな。終わらせたみたいな。だよね。今日はもう、何だもん、何だもんねえから。いや、もう、やっていけるって。思いますよね、多分ね。僕、ちなみに、僕の看板出てるから、これ。あ、これ。すげえから。ちょっと上手くないかな。一番なんだろう。僕たちがこうアシスタントに立つことないけどね。これあの先ほど、MMJ トークショーで言ってた僕らがサポート役ですね。はい、あ、本日で言ったらキャディーさんです。児玉選手がここでもし失敗した場合、僕らがここで何かっていう役なんです。じゃあとりあえずここまで行かないとつかんでもないんです。頼むよ、ここまで。あと時間ないから。そうですよね。はい、これどこで待つ。こっちだわ。お前こっち行って。高い、危ない。この辺はなかなかないですよね。ちょっとスペースも短いので。はい、バイク一段もしかないんで。どんどん、誰かどんキャッチしてください。はいはいはい。はい、さあ、皆さん、皆さん、皆さん、顔を上げてください。お願いします。はい、じゃあ、児玉選手が。今ちょうど晴れてるから、今一枚かな。シワッ、はい、下のカットコーンしっかりしてもらって、はい、いや、もうさっき曲がったよ。中の方が曲がってるからね。いや、もうこれ、振り切りますよ。まあでも、あれはさ、降りなきゃだね。そう、まだちょっと向きを変えればいいんで。まあここで向き変えるだけでも怖いから、ね、怖いです、怖いです、はいはい。じゃあ、まっすぐにした方がいいかな。はい、まっすぐ、しっかりまっすぐにしてもらって、ちょっとスペースも結構短いので、目の前のお客さんに見つからないように。もうブレーキかけたら滑ります。ブレーキかけたら滑ります。はい、今、違うんですね。はい、さっさと乗ります。ありがとうございます。いや、余裕は。ありがとうございます。
前に。え？やばいな。行きます。さあ、滑る鉄板ですけど、さすがにフリップを出す。おお、よし。もう絶妙なスピードは。そして黒岩、ちょっとチャレンジするよ。後ろタイヤ。あれかもわかんないね。スライドボールで合ってる戻すっていうのはなかなか発想ないじゃん。ありがとうございます。だから一般道でも結構ね、はい、有効だよ、ね。使えます。さあ、下側はもう本当、リカ選手やったら、この右側の急坂を行ってみたいと思います。はい、じゃあまずは、しっかり上がりたい。はい。さあ、左側でも結構滑ったし、難しかったです。しっかり。フリーしながらスローボールを降りてくる。さあ、頑張れ、この状況、どんどん行きましょう。まだスコアに上がりますから。さあ、行く？階段か、目の前の段差か。よっしゃ！ちょっと高いですね、ロマ。じゃあ、目の前の 2.5 ぐらい。もう大型の2メートル近い。そうですね、まずこの段差を上がりたいと思います。最後、さすがのゼッケン3番も緊張します。ビャッ、ちょっと待って、ちょっと待って、あー、もう死に終われたー、お父さん、あー死にが丸くてどう気になったのに割れちゃった。いやいや、もともと割れてるし、もうこれ難しいわ。いや、体張るね。これ難しい。これ外して決めたら終わりです。ちょっと。いやいや、何も上がればいいぞ。あー、小原選手。じゃあ、クラワー選手の失敗のないように、はい、しっかり動いて。ほんとだった。こんな鏡道はもうこれでしまいだな。じゃあ次はもう落ちたように、落ちたように、せーの。じゃあここで向きを変えて、はい、さあ、正面の高い段差を飛び降りていきます。言ったよ、あれ高いとこあんま食べない。大丈夫、大丈夫、行きます。はい、この状態から、もう攻撃で、はい、じゃあ次、4段を行きます。はい、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 はい
方へ。いやちょっと右だ右だ右だ。心のエアタイム
ありがとうございます。